見えてる？固まっちゃった。ネット変えたら大丈夫そう。こんばんはが消えた。みんなこんばんは。ふくちゃん47さん、尊いありがとうございます。びっくりハートさん、尊いありがとう。しんさん、おいしょ。しんさん、レザーデッサン、ハチさん、はやとさん、しょうさん、あれ変わった？あ、変わった。しゅうさん、てつおさん、せっちょさん、ふくちゃん47さん、ひょうさん、あまぐりこりちゃんさん、かめさん、ずんださん、こんばんは。むちゃむちゃさん、まこさん、やまなびさん、てるいさん、よっしーさん、つぼゆうすけさん、やっしーさん、なつみかんさん、ひろさん、さとちゃんさん、もかじさん、こんばんは。あずさん、こんばんは。そう、レザーデッサン、お花ありがとうございます。姉妹地さん、あやさん、トトロパパさん、タンタンタヌキさん、ヒッターさん、井上義弘さん、ほっぺとプリプリさん、アイロ大好きさん、こんばんは。固まっちゃうね、今日は。今日は布団持参。ああ、半袖は寒かった。今日寒くなってきた。暖房つけなきゃ。でもまだいいよね、お布団でどうにかなる。あずさん、小さな秋ありがとうございます。あまぐりくりちゃんさん、つぼゆうすけさん、てるいさん、ずんださん、MKG さん、みやっちさん、カピバラミキアさん、ヨーテトラポットさん、渇望の福王さん、まめっち師匠さん、やすさん、こんばんは。あまぐりくりちゃんさん、バラありがとうございます。ヤスさん、50年のもありがとう。ともゆきさん、こんばんは。ヤッシーさん、こんばんは。バンジャロモンスターさん、こんばんは。今朝の NHK 朝一に名前が何度も映ってましたね。え、そうなん？朝一？コイシさん、アトムちゃんさん、つくしさん、こんばんは。ヤスさん、小さな秋ありがとうございます。つぼゆうすけさん、やすさん、ハートありがとうございます。ありがとう。ティフの興奮が冷めやらない。冷めないか。しんやけんさん、まちさん、こんさん、こんばんは。初見さんじゃなくていいんだよ。初見さんもこんにちは。初見さんいますか？初見さんってなかなかコメントしにくいよね。初見ですって送ってくれてもいいよ。アイロ大好きさん、小さな秋ありがとうございます。コナンさん、コケ玉さん、ビッグボスさん、ベアンさん、ユーポンさん、アッキさん、こんばんは。暖房早いよね。半袖がバカなんだよ。だから布団かけて我慢。そうすれば大丈夫でしょ。ヨーテトラポットさん、52年のありがとうございます。お昼は暑いもんね。朝と夜だけ寒くなるよね。ロンリーボーイさん、こんばんは。トトロポポさん、50周年のありがとうございます。村上さん、カピポラさん、はーい。トマキさん、冬物さん、50周年のありがとうございます。バンジロモンスターさん、ハートありがとうございます。半袖と毛布でね、いいよね。スケーモンさん、バラ、バラはあるのだ。あ、バラさん落ちないで。バラ、スケーマさんありがとう。今のお眠度は80。もうだいぶ眠たいの今日。推しのある生活がテーマで、出演者の後ろのパネルにアイドル、俳優、歌手、芸人などなど5000人の名前。5000人、すごいね。 ST48 って書いてあったん？
よってトロポットさん、ハートありがとうございます。冬淵さん、バラありがとうございます。なりすまし初見さんでもいいですかって。初見さんじゃないこと見抜いちゃうぞ初見ですって。そうね、みんな今日は初見ね。初見さん、みんな、くんさん、こんばんは。そう、今日はメイクしてないからお目目とろんだよ。 STU のメンバーの名前も何人かありランダムに書かれて、ガンマで言うの嘘。はあ、嬉しい。え、なんか写真ないの見たい。え、半袖着てても寒くなければいいんだよ。寒いのに半袖着てるのはちょっとおバカさん。長袖着ればいいじゃんっていう話になるじゃん。ママに怒られちゃうよ。半袖半袖長袖着んさいやってあ、初見ですって。ミヤッチジョーク初見ですって。博多花丸さんの後ろに書かれて、へえー、嬉しい。スモツさん、ルシーさん、マサキさん、こんばんは。メイルくんさん、こんばんは。今日はウーバーないの？ユナを寝かしつけたい。多分すぐ寝ますよ、ユナ。5分ぐらいで寝ると思う。でも着替えなきゃ。トトロパパさん、小さな秋ありがとうございます。ユナユナの電池残り 20% かいな。そう、 20% もないよ。朝一にメールするのね。へえ、誰だろう、誰がユナを知って帰ってくれたの。嬉しい、ありがとうございます。そう、今週末10日、10月10日は10の日、8時間目、5時20分から6時でございます。はい、はい、だってなんか押し増しできるんだったよね、確か。そう、寒い時も我慢するの？風邪ひいちゃうよ。ななさん、ふうさん、ひなさん、こかあさん、兵道さん、おきさん、みほりん、りこち。おお、2期生少ない。バラバラだったのかな。でも11月入ってからの予定。ゆうなもでも部屋着はそんなかも。マスクさん、たっくんさん、こんばんは。よしさん、50年のありがとうございます。家の中では半袖。あれ、頭痛いの？大丈夫？小学生の時おるよね、真冬でも半袖の子。今日はめんどいからやんない。いいね、ウーバーイーツってそういうのできるよね。いいですね。カミテルさん、こんばんは。ポーサイトでティフ2020の2020のパフォ見たお？カメラによく抜かれてたで、ザ・アイドルだってよ。ありがとうございます、嬉しい。あの春夏秋冬の時、結構ダブルカーマタで映れててよかった。立ち位置も近いんですよ。もかじさん、ハートありがとうございます。総理さん、こんばんは。そう、ゆな寝るの早いよ。今クレで映画の撮影する準備してるよって。あ、そうなん？クレで映画撮るん？いいですね。ゆなも寝ますよSTU 大大大好きさん、こんばんは。あ、メイル君は10日がお誕生日なのね。ゆなの2ヶ月前じゃん。すごい、運命だ運命だ。だってよいしょ。ありがとうディビーさんかな、ダイビーさん、ありがとうございます。サンキュー。今週11日、了解。そう、押し押しできるのよ。たまたこさん、こんばんは。あ、おしまし、当選メール。あ、そっかそっか、当選あるよね。いいな、多分10、11はまだおしましできたはず。完売とかなってないと思う。スムーツさん、ハートありがとうございます。ありがとう、超楽しみっすって
緊張するよね。レザーさん、タコさん、ありがとうございます。外は寒いでしょう。しょうさん、こんばんは。半袖半端の子いた、おるよね、小学生はね。そう、あんちゃんの後ろがゆななのだからよく映る。 G2 の試合見に行きました。今もサッカー行きたいんだけど予定が合わない。ふうくんさん、ハートありがとうございます。お好み焼きと梅です。いいですね、ジュージューの日。あきさとさん、いさむジュニアさん、こんばんは。 STA 大大大好きさん、50年のありがとう。ヨテトロポットさん、ドルマありがとうございます。ありがとう。ラリホーって、ラリーなんだ。イケアとか言ってくれて、いってらっしゃい。川またね、川またね。カッポーさん、こんにちは、ゆねゆなです。眠たいです。早寝早起きなんですよ、いつも10時半とか11時ごろには寝て、朝は5時45に起きます。なのでもう眠たいんです。あと寒いから布団かぶってます。そう、ゆなちゃんとは同じ誕生日月だよ。15日違いってことは25日、クリスマス、いいですね。坪井ゆうすけさん、50年のありがとうございます。かっぽうさん、こんばんは。ってお知り合い、お知り合いなのかな。ゆなの心はいつも南国で温かい。本当？起きるの一緒なの？そう、45分に最初1個目のアラームかけといて、45分でなんとなく目覚ますんですよ。で、6時には完全に起きる。そう、起きるの苦手って、ホースの時のように奇数のことがわからんけど、あまり申し込んでなかったがマジかおかしい。おしまししてください、おしまししてね。あのカッポーさんだよって、えごめんなさい、カッポーさん知らなくて、情報に疎いんです、ごめんなさい。STU でロードバイク女子でロードバイク女子で売ってます。ロードバイク女子としてニックネームじゃなくて名前を、名前アピールポイントとしております。ロードバイクとか、あとスポーツも大好きなので、なんかスポーツ系のなんかあったらぜひお願いします。アクティブ、あんまりアイドルっぽくないんですけど、そう、体を動かす系のことなら何でもやります。チョコついてる気がする、恥ずかしい。ごめんなさい、本当だよ、目が覚めた。早寝早起きをしております。どういうっていうね、びっくりした。こんな普通の名前で来るの？あれだよね、電子新聞みたいなやつ。もう怖いから何も喋れない。そうなん。なんかさ、公式マークみたいなないか、何も書いてないけんびっくりした。かっこ AKB 新聞みたいな。あ、191日、ありがとうございます。歌いますか、もう45分過ぎた。素でいたからいいよって、いやー、ごめんなさい。たけるくんさん、こんばんは。知らんかった、 AKB 新聞ってデジタルのやつだよね。お金払うやつは
基本ダメって言われるから。でもあれかな、調べたら出てくるのかな。え、カッポーさんって人間？キャラクター？誰か人なのかな。よろしくお願いします。すみません、本当に失礼いたしました。ゆなゆなと申しますゆなゆなと申します。あ、人間なの？ちょっと調べてみますねドッキリって。あ、お話し会振り返ってよって、ありがとうございます。ゆなゆなをよろしくお願いします。かわまたねって、またねって、かわまたね、ありがとうございました。お忙しいのにありがとうございます。ぜひまた来てください。次までにお勉強しておきます。眠気覚めちゃったよ、びっくりしたよ。フクロウなの？カッポーさん調べます。じゃあ歌おう。くるくるになっちゃった。今日何歌います？あんな急に来るもんなのね、びっくりした。あれ、いけ、くるくるになっちゃった。イエイ。10枚シールもらうと夢叶うらしいよって。あ、そうなん？一つ学びました。そう、まだ言うの。あんまり雑誌とか、雑誌の取材ないね、したことない。 AKB 新聞もなくて。いやな、ほんまに大事な時にやらかすっていうか、人を知らんよね。 SKE さんのオーディションの時も松井樹里奈さんが来てくれたんですよ、あの候補生のところで。みんなな、で、そうだから、そう、知らんっていうか、本人とか来るとかいうシステムがあるって知らん、思ってなくて。そうで、えみたいな、めっちゃ普通にしてたら、ジュリナだよってめっちゃコメントできててびっくりしたの。そう、 SK さん8期生の時に、そうびっくりした。ゆなゆなもいつか呼ばれるかな。いや、まさか本人が来ると思わんくて、なんかファンの方がなりすましたりしてるんかなと思って。そうだから普通にこんにちはみたいな普通のトーンで話してたの。びっくりしたそう、なんか、なんていうん、研究生じゃなくて候補生、最終候補生みたいな、そう、をなんか騙すっていうか、なんか遊びに来とんかなみたいな、茶化すじゃないけどって思って掘ってたのそしたら、そう、後で、あれ本人だよみたいな、めっちゃコメント来てびっくりした。哲夫さん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。何言うと、マックスと聞いてさっきリクエスト来てたから、あれにしよう。なんでこの時間帯いっぱいしてるのにユナのとこ来てくれたんだろう、嬉しい。 KRD さん、こんばんは。ランディオートンさん、小さな秋ありがとうございます。トトロパパさん、ハートありがとうございます。
自分もカッポーさん知らなかったって、一緒に調べよう。そう、これは本人じゃないですよね。 名前変えただけ。嬉しい。面白いの言うな。本当？すっぴんですみません。これ時間やばい、歌ったら。あ、そうなんかな、リフで見つけてもらえたのかな。それは嬉しい。プリットポップとプリプリさん、アンプありがとうございます。ヨスさん、アンプありがとうございます。プルコーさん、ありがとう。間に合うか。カメさん、ありがとうございます。カズさん、ありがとう。このトンネルを抜ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた私が生まれ育った全てを知ってほしい。一番大事な人を帰ること、出会ったあの夜約束した、未来はいつも思ったよりも優しくて、風景がついに滲んでくる、夢が叶うとさん、ヨーティトロポットさん、スモツさん、フルパワーさん、ありがとうございます。季節の移ろいは成長してゆく心に似ている、いろんな花を咲かせながら、時には思い大人になってゆく、遠いあの空の下から見守ってくれた誰かの存在、支えになった未来はいつも姿見せずに待っているよ、さん、トトラポポさん、ありがとうございます。ホリちゃんさん、青色大好きさん、ありがとう。ふーちゃん大好き、むらしんさん、こんばんは。と深い雪もやがて溶けて、大地は新しい芽を出す、苦しいことも悲しいことも喜びに変え、笑顔になれる、いつだって明日は来る。フルパワーさん、ミラーボールありがとう。ハクリンさん、拍手ありがとう。未来はいつも思ったよりも優しくて、夢が叶うとその思いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる、あなたと一緒に歩きたい。こけだまさん、 SU 大大大好きさん、ありがとうございます。てつおさん、ありがとう。スモツさん、かわいい、ありがとうございます。ほっぺたプリプリさん、ありがとう。
さん、ミラーボールありがとうございます。メイルくんさん、拍手ありがとうございます。カメさん、スモツさん、音符いっぱいありがとうございます。ありがとう。未来はいつも。マットさん、尊い、ありがとうございます。だるまもありがとう。マットさん、ハートもありがとうございます。こんにちは。ハクリンさん、小さな秋、ありがとうございます。トトロポポさん、ほっぺたぷにぷにさん、ありがとう。ヨーテトロポットさん、ありがとうございます。皆さん、パチパチパチ、ありがとうございます。冬淵さん、ありがとう。バンジェラモンスターさん、ありがとう。じゃあ、58分、ありがとう時間、ランキングいきましょう。13位、ほっぺたぷにぷにさん。12位、ホリちゃんさん。11位、ビッグボスさん。10位、アッキさん。9位、ヨ・テトラポットさん。8位、グラハムさん。7位、ナルミさん。6位、アヤさん。5位、カズさん。4位、ヤマポンさん。3位、スモツさん。2位、テツオさん。1位、フルパワーさん。はーい、壇上の皆さん、ありがとうございます。50位ねーな、ありがとうございます。くんからのさん、メイルくんでいいのかな。はーい、ありがとうございます。 T ひろさんかな、こんばんは、ありがとうございます。壇上の皆さん、ありがとうございました。それではもう間もなく終わっちゃうかな。ということで、今日も配信来てくださった皆さん、ありがとうございました。今日のお話は陽気、多分。あ、10月10日のおしましまだあるのかな。ぜひぜひお願いします。それでは、来てくださった皆さん、ありがとうございました。せーの、皆さん、はーい。明日も夜の予定です。このぐらいの時間かな。はーい、こんばんは、ありがとうございました。それでは、せーの、かわまたね。